Session 90.10時から午前1時までをライブで綴るサタデーライブイン第2話は505スタジオから公開放送でお送りするセッション90。今夜はカシオペアの皆さんの出演でお届けします。全国の FM 放送機の皆様こんばんは。そしてスタジオ505にようこそいらっしゃいました。セッション90、司会の司会隆です。というわけでございましてね、もうラジオ聴きの皆さんこ、ね、聞いてお分かりのようにもうすごいお客様でございますね。キムンムンでございまして、今日は3年ぶりぐらいに登場してくださいますカシオペアの皆さんです。そして今年の1月に新生になりました。メンバーが2名ほど変わっております。ドラムスに檜山正明、エレクトリックベースに成瀬義弘を加えて、新生になりました。そして6月に新しい、このグループでのアルバムが出ました。それが The Party という、でございます。今日はその中から何曲か皆さんに聴いていただこうと、こういうわけでございます。それでは早速参りましょう。 The Party からお届けします。野呂さんのオリジナルです。大世界。
唱ペア。最新のアルバム The Party から聴いていただきました、曲目は野呂さんのオリジナルで大世界、それでは新生になりましたその歌唱ペアのメンバーをご紹介いたします。新加入 しましたドラムスの檜山正明、イレクトリックベース成瀬義弘、そして旧来からのメンバーでございます、キーボードは向谷実、そしてリーダーです、エレクトリックギター野呂一生。さあそれでは続いてまいりましょう、曲は目撃者です。
カシオペアの演奏で最新アルバム The Party から2曲聴いていただきました。ただいまの曲は目撃者、そして1曲目は大世界という曲でございました。それではここで、新曲をお聴きいただこうと思います。もちろん野呂一生さんのオリジナルでございますが、野呂さんと向谷さんの共同アレンジでお届けいたします。それでは参りましょう。 Splendor。
新曲を聴いていただきました。曲は野呂一世さんのオリジナルです。スプレンダー。それではここで2曲続けて演奏していただきます。野呂さんはエレクトリックギターからアコースティックギターに変わっての演奏でございます。1曲目は The Party、アルバム The Party から Illusion。そして2曲目は11年ほど前に、発売になりました Super Flight、とか Eyes of the Mind、などに入っている皆さんよくご存知の曲でございます。それでは参りましょう。Take Me。Illusion と Take Me です。どうぞ。
2曲続けて演奏していただきました。Illusion、 そして Take Me。 さあ今度は4曲続けて演奏してもらおうと思いますが、1曲目は1984年、リリースされましたアルバム、Photographs から Misty Lady、そして後に続く3曲は新しいアルバム The Party からお届けいたします。まずは美しい曲で Romancy、 そして青い炎、ここではドラムスの檜山正明さんとエレクトリックベースの成瀬義弘さん、ソロを十分お楽しみいただきます。そして野呂一生さんと向谷さんの共作によるサイバーゾーン、この4曲続けてどうぞ。
Thank you.
明、エレクトリックベース成瀬義弘、キーボード向谷実、リーダーエレクトリックギター野呂一生。それでは残り時間少なくなってしまいました。この曲を聴きながらお別れします。参りましょう。ときめき、セッション19、いかがでしたでしょうか。ラジオをお聞きの皆さんとはこの辺でお別れです。今日の出演はカシオペアの皆さんでした。来週のこの時間は特別番組のためにセッション19はお休みいただきます。12月16日の放送からまたお目にかかります。なお12月16日のセッション19は松尾明とパルドパラディ、ボーカル大橋美香、吉岡秀明グループ、テナサックス今津正人、以上の皆さんの出演を予定しています。司会は私、鹿内隆です。それではこの辺で失礼します。12月16日まで、さよなら。